皆さんこんにちは、えりこです。この動画では普通形と E の文型を練習します。普通形と E はそうなってほしいという希望を言うときに使います。2つのタイプがあります。一つは相手の希望、相手と話す人の希望を言うときは普通形といいね。二つ目は話す人だけの希望を言うときは普通形といいなぁをよく使います。それから普通形は辞書形、内形、他形、中田形ありますが、過去形は使いません。それでは例文を見ていきましょう。1番、明日はマラソン大会だから天気がいいといいなぁ。2番、お母さんが早く元気になるといいね。3番、今年はJLPT に合格できるといいですね。4番、今年の冬はあまり寒くないといいなぁ。では練習しましょう。英語の文を日本語に変えて言ってください。サンタクロースが車をくれるといいなぁ。2番、上手に歌えるといいですね。上手に歌えるといいね。3番、台風が来ないといいなぁ。台風が来ないといい。どうでしたか？皆さんも文章を考えて下に書いてくださいね。それではまたオンラインレッスンでお会いしましょう。